アベリー・ブランデージはアメリカ合衆国のスポーツ選手で国際オリンピック委員会の第五代会長などを務めたスポーツ界の重鎮。その親ナチス的、反ユダヤ的な態度、あるいは人種主義的とも取れる言動はたびたび論争の的となった。なおなのアベリー・ブランデージは IOC 会長当時に日本の報道で使われることの多かった不正確な金転写が定着してしまったもので、 言語での実際の発音は、エイブリー・ブランデージに近いものとなる。また、今日では、エイブリー・ブランデージの表記も参見するようになった。ミシガン州デトロイトで生まれたブランデージは、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校で土木工学を学び、1909年に同大学を卒業した。数年後、ブランデージは、自身の会社であるアベリー・ブランデージ社を設立。 1947年まで、シカゴ周辺で建設業を営んだ。ブランデージは万能型のスポーツ選手で、1912年夏記、ストックホルムオリンピックでは、近代五種競技と十種競技に出場、それぞれ6位と16位に終わった。また、1914年、1916年、1918年に、全米選手権で優勝した。1928年、ブランデージは、 全米体育協会の会長となり、翌1929年にはアメリカオリンピック委員会の会長に就任した。また1930年には国際陸上競技連盟の副会長の座に就いた。1936年のベルリンオリンピックではユダヤ系ドイツ人が排除されたため、これをボイコットしようとする動きが盛んであったが、USOC の会長だったブランデージはそれらの 動きをすべて否定した。そして、選手に対して、同オリンピックのボイコットを働きかけていた、アーネストリー・ヤンキーが、国際オリンピック委員会理事会から放逐されると、ブランデージはその後釜となった。同オリンピックの400メートル、リレー競技では、当日の朝になって、アメリカ代表のマーティグ・リックマンとサムストラーが、チームから外され、 ジェシー・オーウェンズとラルフ・メトカーフに交代する事件が起きた。クリックマンは後年になってその決定がブランデージの圧力によるものであった可能性を語っている。ブランデージは後にドイツのアドルフ・ヒトラー率いるナチス体制を称賛する発言を行い、これがドイツ支持であるとしてアメリカ優勢委員会から除名された。第二次世界大戦中に IOC 会長を務めていたアンリド・バイエラ・トゥールの死後、1945年にブランデージは IOC 副会長に就任した。この時の IOC 会長はジークフリード・エド・ストレームが務めていたが、エド・ストレームが1952年に引退すると、ブランデージが公認となった。IOC 会長在任中のブランデージはいかなる形であれオリンピックに、 プロフェッショナリズムが持ち込まれることに強く反対した。しかし、この態度は次第にスポーツ界からもまた他の IOC メンバーからも賛同を得られなくなっていった。こうした変化はいくつかの議論を起こすような事件によって引き起こされたものであった。その一つとして、1972年当期札幌オリンピックでオーストリアのカール・シュランツが プロであるとの理由で競技から排除された事件がある。また、1968年の夏季、メキシコシティオリンピックでは、トミー・スミスとジョン・カーロスが、メダル授与式において、ブラックパワー運動へのサ意として、拳を突き上げるパフォーマンスを行った。これに対してブランデージは、両選手を選手村から追放し、出場停止処分とした。 ブランデージの名を特に世間に知らしめた事件として、1972年夏きミュンヘンオリンピックにおける決定がある。9月5日にパレスチナ過激派が戦士村を襲い、ユダヤ人国家であるイスラエルの代表選手11人が殺害されたミュンヘンオリンピック事件の後、ブランデージはオリンピック開催を継続する決定を下したのである。ブランデージへの避難は多かったものの、 オリンピックから去る選手はほとんどいなかった。9月5日の競技はすべて順延となり、翌日にはオリンピックスタジアムにおいて8万人の監修と3000人の選手たちによって追悼式が営まれた。多くの聴衆の怒号が渦巻く中、ブランデージは追悼演説において殺されたイスラエルの選手には一切言及せず、代わりにオリンピック運動の強さを称賛した。ブランデージは アパルトヘイト政策を理由に、ローデシアがオリンピックから除外されていることに対して強い反対を唱えていた。ミュンヘン事件の後、ブランデージはイスラエル人選手が殺害されたことと、ローデシア人選手に文庫を閉ざすことは同じレベルの犯罪的行為であると主張した。ブランデージはミュンヘンオリンピック後に IOC 会長を退いた。ブランデージは2006年現在に至るまで、 IOC 会長を務めた唯一のアメリカ人である。IOC 会長を退任して3年経った1975年、ブランデージは西ドイツのガルミッシュパルテンキルヒエンで死去した。1972年の第11回冬季オリンピック札幌大会開催の功績に感謝し、札幌市のモイは山の神社に祭人として祀られている。スポーツ以外の分野においては、 ブランデージはアジア美術の収集家として名を馳せた。収集は1927年に日本の根付を購入したことに始まり、最終的には絵画、陶器、彫刻、青銅器、翡翠や木造彫刻、造毛の彫り物などアジア全域の美術品を集めた膨大なコレクションを作り上げた。1950年代の終わりにはそのコレクションは、 個人の手には負えない規模になっており、ブランデージは自分のコレクションを美術館に、それもアジアへの窓口となる西海岸の美術館に寄贈することを考え始めた。まず、カリフォルニア大学バークレー校とスタンフォード大学が候補となったが、ブランデージのコレクションの量は両大学が扱える範囲を超えていた。結局ブランデージはコレクションをサンフランシスコ市に提供することを申し出、 市側もこれを熱意を持って受け入れた。1959年双方は合意書に署名。市はゴールデンゲートパークにあるデイヤング美術館に併設する新館建設の資金を集めること、寄贈された作品をアベリー・ブランデージ・コレクションと名付けることなどを約束した。1966年には公開が始まり、数回、また依存としても自身のコレクションを サンフランシスコ市に寄贈している。約7700点。その日本絵画コレクションは、特定分野、特定画家への作品集中度にはやや欠ける傾向に、あるが、逆に言えば、ある特定の分野に偏っておらず、ブランテージ自身が慎重に選び抜いた遊品が、揃っている。これらの寄贈物を保存、展示する場所として、サンフランシスコアジアンアートミュージアムが設立された。 ありがとうございます。